こんにちは、奥さん直子です。今日はですね、原宿の駅前にありますアットコスメ東京にやってきました。私実は初めてなんです。今日のためにあえて下見もせず、びっくりドッキリ のこの気持ちと顔を出していきたいなと思ってるんですが、今日はですね、皆様からいただいたお悩みに、天野佳代子さん、アイテムを一つ一つピックアップしていただいて、ズバリお答えしていくような企画にしたいなと思っております。天野佳代子さん、うちのね、アマーク の学びの秋でもお世話になってるんですけれども、67歳でいらして、奇跡の67歳と言われています。美容ジャーナリストでいらっしゃる天野佳代子さんをゲストに迎えて今日はお届けしたいなと思います。最後、私のですね、自腹買いのアイテムもお見せしますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。早速今日のゲストの天野佳代子さんをお呼び込みしたいと思います。天野さん、お願いします。はい、ちょっとお久しぶりです。あ、そうですね、はい、ちょっとお久しぶりです。はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、天野です、よろしくお願いします。天野さん、もう皆さんご存知だと思うんですが、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、で昨年のアマークの、ね、はい、秋の学びのイベントでもお世話になったんですけども、美容ジャーナリストの天野佳代子です。40年近くずっと美容の編集者をやっておりまして、それで今年独立してフリーランスになりました。はい、もう天野さんの YouTube のチャンネルもすごい跳ねていて、私も楽しく見させていただいてますけれども、アットコスメ自体が私初めてなんですけど、はいはい、アットコスメ、ここアットコスメ東京というのが正式な名称になるんですが、うんうん、どういった場所というか、いや、もうね、まあ、とにかくもう化粧品の、ね、宝庫なんですけど、すごいですよね。ここのね、素晴らしいところはね、はい、やっぱりその百貨店ブランドと一緒にプチプラコスメもたくさんあるっていうね、うん、あと韓国コスメもあるっていう、はい、もうここに来れば、はい、もう自分の欲しいものが絶対見つかるっていう、そういうストアです。ここはすごいですね。すごいんです、本当に。なんかオープン前から結構人が並んでるっていう風に。そうなんですよ。でオープンと同時でバーッと入られてくる。もうめちゃくちゃ、いつ来ても混んでるですよ。はい、この私、情報量にももう圧倒されてるんですけど、はいはい、この中から今日はですね、80件ぐらいいただいたお悩みの中で、はい、うん、私たちの方で大きくカテゴリーを4つに分けました。はい、でかなりシリアスなお悩み、もう皆さん多分これで気持ちが落ちたりとか、うんうん、前向きになれないなっていう方も多いと思うんです。はい、で私の悩みともリンクしているので、はい、大きな悩み4つ、このお悩みに天野さんが選ぶコスメとかスキンケアとかヘアメイクアップのアイテムでお答えしていきたいなと思うんですが、まずお悩みで多かった4つ、1つ目がですね、目元のしぼみ。はい、なんか目が2割小さくなるって、私恐ろしいことを聞いたんですけど、なんかやっぱりどんどんこうね、はい、そうですね、ここのまぶたも重くなってきてしぼんでしまうっていうお悩みと、あともう一つがですね、シミ、うんうんうん、シミですね。あとくすみも入りますかね。はいはい、肌のお悩み、そしてほうれい線に代表されるようなたるみ、そしてね、ものすごい多かったのがファンデーションが分かりません。あ、はいはい、まあ、肌作りですよね。この4つ、大きく分けて、それぞれに合うアイテムをピックアップしていただけたらなと思いますので、はい、わかりました。今日はよろしくお願いいたします。もう早速私こんな大きいカゴ買う気満々ですね。買う気満々です。はい、早速店内をね、回ってみたいと思いますので、じゃあ天野さん行きましょう。はい、天野さん、お悩みの1番目、はい、1番目、目元のしぼみ。目元のしぼみはね、本当にね、あります。ありますか。本当にアイケアは絶対していただきたいってことで。そうか、早ければ早いほどいい。そうです。はい、本当早ければ早いほどいいんだけど、そういうわけにもいかないと思うので、はい、その場合は、うん、やっぱり効率のいいね、しぼみをふっくらさせるというものがやっぱりあるんですよ。はい、何がいいですか。やっぱり私はね、今一押しがディオールなんですよ。ディオール、ディオール、ね、ありますね、ディオールね。こっちでした。はい、はい、本当に天野さんのおっしゃる通り、うん、デパートのカウンターにある百貨店ブランドなんですけど、うん、はい、ディオールが、ディオールのね、はい、これもね、ベスコスガンガン取りまくったっていうね、これです。これ、はい、これなんかローラーみたいなのついてるんですか。ついてないです。あ、ついてないんだ。はい、これは、うん、ちょっとこう注射っぽいんですよ。本当だ、細い。これはヒアルロン酸。ヒアルロン酸ふっくらさせる。ちゃんと効率よくヒアルロン酸が、はい、こう目元に入るようになっている、もう石鹸になってるんです。これ直接つけるんですか。はい、スッとつけてください。手に取るんじゃないんだ。
あ、それでもいいんですけど、でもこのまま直接つけるぐらいこの細く出るんですよ、細くスーって、ほら、え、これすごい、ほらほらほら、そうすごいでしょ、何これ。でこれをこう、まあ、直接つけてもいいんですけど、はい、つけたら目元っていうのは、はい、本当に肌が薄いので、はい、この薬指使ってください。薬指、人差し指じゃダメなんだ。そう、あのやっぱり一番ね、力が入らない指でトン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 で、私はまぶたもやってます、はい、上まで、上まで、もう、な、もうなるべくこうゴーグルゾーンで言われるところにトン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 、ゴーグルゾーン、ゴーグルゾーン、あ、ゴーグルかけた時に隠れるところですね。そう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 、あ、なんかここだけかと思ってた。ここもこういうところもシワができるじゃないですか、さーっと、はい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 、だからもうとにかくだからね、あのかなりたくさん使っていただきたいんですよ。でもこれ高い、1万3000円もする、ね、でも私これもう特に使っちゃっても、本当ですか、3本目ぐらいです。やっぱりお金はかけるべき、かけるべき、やっぱり一番人間って目元ってすごく使ってるんですよ、一番酷使してる、はい、やっぱ瞬きがすごく多いので、はい、それとともにやっぱりいろんなこう見てるじゃないですか、見てるスマホとか、はい、だからここら辺が一番こう皮膚が老化するんです、早いんです、はい、顔の中で一番、だからここは本当にお金をかけるべきだし、はい、もう早いうちからちゃんとケアしましょうってことで、なるほど、はい、私は20代の時からケアしてます。それでこの美しさですから、いや、もうまだね、こんなになかった頃だったんですけど、はい、なるほど、これ素晴らしいんですよ。わかりました、私買ってみようかと思います、はい、許可を得てまず商品を入れさせていただきます。はい、はいはい、天野さん何か他にもありますか。あります、なんかね、うん、もっとね、もうちょっと価格が安くて、はい、とにかくその一番大事なのは乾かさないってことなんですよ。乾かさない、もうとにかくここって皮膚が薄いので、はい、乾きやすいんですよ、蒸発しやすい、はい、だからそのちゃんとこう水分をとどめてくれるっていう、はい、そういった機能のものをつけていただきたいんですね、もうじゃあやらないより安いものでもいいかな、やった方がいい、やった方がいい、ただしその代わりじゃあ顔につけるクリームを重ねればいいじゃんとか、はいはい、要するに化粧水を重ねればいいじゃんじゃないんですよ、はいはい、やっぱり目元に特化したっていうそういう成分がちゃんと入ってるんですよ、はい、でアイケアものは、はい、なのでやっぱりアイケアものは必ずアイケア、スペシャルケアで、はい、で私が次のおすすめのコスメデコルテなんですけど、はい、リポソーム、へー、はい、これアイクリームなんですね、これね、あのアイセラムですね、はい、でこれもリポソームって言って、その徐々に徐々にずっと長時間栄養をこう、はい、入れてくれるんですよ、乾かないっていう、そういうこうね、あのテクノロジーが入ってるものなんですけど、これね8250円なんですね。本当だ、これまたすごく売れたんです。続けられますね、続けられます、はい、だからこれをまず化粧水つけた後にこれをつけておくと、はい、これをちゃんとこう仕込んでおくと、うん、ずっと乾かない。へー、あの他にもあるんですよ、全顔のものもあるし、はい、いろいろこのリポソーム技術っていうのがこのコスメデコルテがすごいんですよ。あ、ずっと長時間肌化粧水ってくっつけるとやっぱりこう蒸発したりするじゃないですか、はい、それがこれはないっていうね、そういう搭載されてるテクノロジー、すごいテクノロジーなんですね、はいはい、なるほど、これもすごくいいですよ、もう私なるほどってへーしか言ってないですけど大丈夫ですね今日、はい、こんなところにアイケアもののパック、あ、これもシートパックマスクですね、今流行りの、あ、ここは全部そうなわけですね、シートマスク系ですね、うわすごい、でこのなんかこう目元専用のものがあるとすごくいいですね、これ朝とかメイク前にやっとくと、これね、はい、まあ、特別な時でもこれはいいんですか、はいはい、特別な時とは時とデートとか、あ、デートとか、デートとかディナーとか、はい、いいですね、はい、あ、なるほど、これですね、はい、あ、こういうものを併用しても、はい、アイクリームと併用してもいいんですね、いいと思います、はい、いいと思います、ありがとうございます、はい、そしたら次に行きましょう、次のお悩みが多かったのが、はい、私もそうなんですけど、シミ、シミ、はい、あと、まあ、かっこくすみみたいなものも入ってくると思うんですけど、はい、シミって、まあ、私も日焼けするんですけど、日焼けでできたシミと乾板同じ違う、同じじゃないです、あの肝斑っていうのはやっぱり、はい、あの内臓からくるものなので、内臓からくるやっぱりそのアプローチが違う、出るあれが違うんですよ、はい、だからちょっと肝斑っていうのは、
私的には、はい、やっぱりそのあんまり化粧品ではっていうのは、うん、ちょっと難しいかもしれない言われてることなんですけど、はい、ただその上に肝斑ができてしまった上にさらにシミを作らせないってことが大事で、それを濃くしない、はい、やっぱり紫外線当たると濃くなるので、はい、やっぱりそれは防御してほしい。なるほど、まあ、あと、日を浴びてできたシミに、はい、効くものもまたあるっていうことですね。はい、はい、あります。なるほどね。やっぱり、ね、今年美白の美容液がすごいんですよ。そうなんだ。今年すごすぎた。なんかね、常識超えな美白美容液がめちゃくちゃ出ました。常識超えの美白、うん、要するに今までってその美白物って3ヶ月から念用してねとかあったんですよ、はいはい、あとそんな奥にあるシミはちょっとくすみも難しいよっていうのがあったんだけど、はい、それがもう打ち破られちゃったっていう、もう化粧品と言えないぐらいなテクノロジーが入ってる。まあ、ちょっと美容医療じゃないけど効き目も含めてかなり効果が高い。そうです、知りたいです。その中で私がおすすめするのはやっぱりポーラなんですけど、はい、ポーラ、ポーラは確かどっかにありました。あっちだかな、ね、はい、これです。じゃじゃん。あ、でも買えなくないかもしれない。ホワイトショットフェイシャルセラムです。これは全顔使えるんですか。全顔使います。このね、ピンクに訳があるんですけど、まあ、要するにホワイトニング、はい、これ美白物でピンクってね、パッケージ面白いでしょ。あ、あんまりなかったです。要するに革新的っていうことを表した色なんですよ。これはいつ使えばいいんですか。あ、これも化粧水の後につけるんですけど、はいはいはい、朝晩ちょっと使ってみよう。あのね、結構サラサラしてるんですよ。シャバシャバしてる。あ、本当だ、はい、思ったよりポータリー。あの本当に神秘層に落ちてしまった、はい、要するにメラニン、はい、メラニンって神秘層の下に落ちるって言われてなかったんですよ、はっきりと、はい、それはっきりと神秘層ってすごい深いところ、ね、はい、に落ちてしまったシミにもこれ効果的なんですよ。それをちゃんと先回りして落ちないようにもしてくれるんですよ。なんてすごい子なんでしょうか。そう、私のこの積年の日焼けによるこの辺りにも、ね、だから使った方がいいですね。ずっと諦めてたっていうものは、はいはい、これでOK、でこれはじゃあ全顔を使って気になるところに重ねたりするんですか。そうそう、私は重ねてます。あ、こういうところに。なるほど。あ、でね、天野さん、私あんまりその白くなりたくないんですけど、うんうんうん、ただ明度を上げたい、うんうん、白度を上げたいわけじゃないんですけど、はいはい、明度が上がった方が明るく見えるじゃないですか、はいはい、そういう使い方でもいいですか。はい、なんかすごい金額になりそうだな、まあ、ちょっととりあえずとりあえず入れてみます。はい、はい、ありがとうございます、はい、シミ関係ですよね。シミ関係でやっぱり、はい、だけど今のまあポーラもすごくいいんだけど、はいはい、やっぱり使いやすいのはすごくいいんですよ。使いやすいっていうのは、はい、まあ、買いやすいし、ずっとまあ続けてられますよってことでおすすめしたいのは、はい、あれどこだっけ、はい、雪肌精。雪肌精、雪肌精の化粧水、これは知ってる。これは、うん、今年新しくなりました。これね、長いことリニューアルしてなかったんですよ、はい、なぜならばこれ大ヒット化粧水で、はい、長いこと皆さんにこう愛用されてたので、うんうんうん、愛用されてるものって一回でもテクスチャー変えちゃうと、はい、やっぱりちょっとお客様がえってなっちゃうんだけ ど、 なるほ ど、 なるほど、このシャバシャバなテクスチャーのままで、はい、新たなこの美白に効く新成分が入ったんですよ、はい、それでさらにこうグレードアップした。グレードアップした。だけど使い心地は一緒。へえ。でこの私はこのシャバシャバの化粧水をローションパックにして使ってます、はい、あ、なるほど。朝起きて洗顔します。洗顔したらコットンあるじゃないですか、はい、コットンにこれ浸してシャバシャバシャバ、はい、浸したらそれで一番私もやっぱりこの辺が気になるので、はい、ここにこうピタッと当てて、なんかこう裂いたりしなくていいんですか。裂かなくていいです。そのままそのままそのままピタッと、そのままでっていうことで、はい、こう雪肌精すごくいいですよ、はい、だからいいですね。ちょっと美白にあんまりお金かけられないわって人は、はい、この化粧水まず買って、はい、まずこれをファーストステップとして使っていただくといいと思います、はい、なるほど。ドラッグストアでも買えるところありますもんね。シミ予防は、はい、なんだろう、ずっとやってほしいんですよ、1年中。冬も冬も。美白はまず1年中やってください。美白は1年中、うん、で紫外線ケアも1年中やってほしいです、はい、あ、なるほど、まあ、作らせないのが一番いいからそうですっていうことですよね。そうです。そうなんだ。日焼け止めって、うんうん、なんか結構毎年いろんなの出るじゃないですか、はい、今年は何がいいんでしょうか。はい、日焼け止めのこのアップグレード感ってすごくて、はい、やっぱり毎年毎年すごく良くなってるんですよ。良くなる、進化する、はい、進化してる、はい、だから新しいもの買っていただきたいです。え、やっぱり、うん、これ UV 系は特にわあ、すごい、はい、すごいいっぱいあります。何、スプレーとかもあるんですね。はい、うわ、手軽にねできるんだけど、やっぱりね、はい、海に行かれる場合は、はい、やっぱりこういったアネッサとか、はい、アリーとか、はい、こういったものを使っていただきたいですね。
はい、アリー私好きです。あ、本当、はい、で今ねあの、テクスチャーがこうねジェルタイプで軽い感じになってるので、はい、すごい軽く伸びる。やっぱこれテスターがないってそれだけ皆さん興味があって、ね、確かに。で、私今すごくいいなと思うのはやっぱりほら海に入っても、うんうん、はい、なんかサステナビリティ的にこう自然の成分をこういたませないっていうか、はい、海を守るという、守る、うん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 、そういったね、はい、風にこうなってるので、そういう意味でもいいですよね、新しいものは ね。ハワイとかだとね、あの入ってる成分によって使えないものとかありますからね。そう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 、私だからアリ使ってたんですよね、うん、アリいいですよ。アリいいですか、はい、ね、これ面白い。何これ、あのチークです。要するにあのアリのチーク、ここら辺って一番日焼けして一番シミできるでしょ。確かに。だからあの紫外線守りながらここほんのり、面白い、あの赤みを出せるので、もう UV で UV チーク、あのチーク UV って書いてますね。面白いですね、うん、でツヤ感もあるし、あるしほんのり色も発色も良くしてくれるし、はいはい、で一番頬の高いところで日焼けしやすいところを守ってくれる。そうです、そうです。何ですか、すごいですね。そうそうそう、これ、これあの鳥肌が立っちゃったそんなにほらだからこれは本当にメイクしてない時、素顔の時でもつけるとここだけ血色が良くなって、へえ、ね、元気な顔になる。そんなの出てたんですね。そうなんですよ、いろいろ考えてますよね。すごいですね。そう、これもね、あの結構ベスコス取りました。あ、そうなんですね、はい、天野さんがリアルお使いになってる UV ケアって何ですか。うん、私ね、はい、あの私この辺ビオレ UV、 ビオレ、はい、この辺アクアリッチとかね、このテクスチャーがやっぱり、はい、重くないのが好きなんですよ。あ、なるほど。昔の、はい、なんか こってりしてたじゃないですか、はいはい、そうじゃないんですね。そうじゃないです、あの軽い。あ、本当だ、軽いんです。あのプルプルしててスーッと伸びて、本当だ、だからすごい好きです。あ、すいません、ありがとうございます。本当だ、うん、伸びがいいのが一番。これ顔にも使えるんですか。顔にも使えますよ。ほら、感動的に軽いって書いてある。本当だ、すごいな、めちゃめちゃ軽い。これ買いやすいね。去年のはもう使わない方がいい。使わない方がいいです、はい、あのテクノロジー的にも毎年進化しているし、進化してるので新しいものを使った方が絶対いいです。はい、わ、はいはい、かりました、ありがとうございます、はい、なんかさっきローションパックおすすめしたじゃないですか、はい、雪性の、はい、なんかこんなようなあのちょっと大きめのコットン買っとくと、これかわいいね。何この子、安すぎる。300円一つで、すごいですね。いいですね、こんなの買っとくとすごく、このくらい大きくていいですか。はい、あの大きい方がいいです。あ、わかりました、はい、そしてね、天野さん、あの、はい、やっぱり私もそうなんですけど、ほうれい線、うん、気になるじゃないですか。やっぱり疲れとかふけとか、うん、なんかそういった印象につながるなと思って、はい、たるみとかほうれい線ってお悩みもすごくいただいてたんですけど。そうですよね、はい、そうですよね、はい、やっぱりそれにはね、もうクリームが一番なんです。クリーム、クリーム、このほうれい線用のクリームじゃなくて。いや、じゃなくて、もう本当にね、ほうれい線っていうのは、はい、顔がこう垂れてくるから濃くなるんですよ、はい、だからとにかくこう引き上げて、そっか、引き上げることで伸ばさないと顔自体は、はい、ここだけやっても確かにまた垂れてくるとこう濃くなるので、はい、とにかく顔全体を引き上げる、顔全体を引き上げるクリーム、はい、リフトアップクリームって、だからもうそれにはクリームが一番なんですよ。クリームが一番で、ね、今ね、もうクリームがすごく進化してて、はい、リフトアップ系のクリームってすごいいっぱい出てるんですけど、私が最近非常にこう愛用していて、はい、あのずっと長いこと使ってるものが一個あるんですけど、はい、それランコムなんですよ。ランコム、あ、ランコムあちらにありましたよ。はい、ランコムはここです。はい、このHPN クリーム、これで、あ、本当に映っちゃうの。カメラマンが、カメラマンさんがね、泣かせですね。そう、はい、綺麗ですけどね、はい、このクリームはすごくいいです、はい、でこれは私は手のひらでこう伸ばしたって、やはり引き上げながらつけます。引き上がれ、はい、引き上がれ、引き上がれ、はい、もうね、そんで肌を形状記憶させる。なるほど、はい、こうやって、なるほど、そうそうそう、でとにかくここですもんですね、はい、これをとにかくもう引き上げるようにつけます。引き上げる、はい、天野さん、ちょっと顔上に傾けてつけるっておっしゃってましたもんね。そうそうそう、そうです。あ、なるほど、もう こういう顔になりたいよっていうところでやるんだ。そうです。あ、分かりました。そう、ね、人間の肌にとっても大事なあの、はい、タンパク質を、しまってるか、はい、タンパク質をね、あのちゃんと補充してくれるっていう、はい、そういう、ね、優秀なクリームなんですよ。やっぱりね、あのマッサージってとっても大事なんで、今みたいなね、はい、やっぱりね、顔のたるみって、はい、頭皮にも関係してくるんですよ。あ、
つながってますもんね。つながってます、あの、はい、一枚皮なんで、一枚皮だから一番顔が緩むのは、はい、ここのその側頭筋っていうね、ここを鍛えればずっとこう上がってられるんですよ。どうやって鍛えるんですか？ここにね、こうあるんです。でそれはね、もうブラッシングでいいんですよ、はい。皆さんね、こんなとこね絶対あんま気にしないでしょ、うん、気にしない。ここを引き上げながらブラッシング朝するじゃないですか、起きたら。あんまりしないですね、手ぐしでダメですね。あ、いいです、いいんです。朝晩、はい、朝晩、朝起きたら、はい、まずこうブラッシング、ブラッシングで、夜は、はい、シャンプーする前にブラッシング。あ、シャンプーの前に、ね、前に汚れを落とす、はい、その方が効率よくシャンプーできる、はい。本当にこのねマペペっていうね安いね、安いブランドのものがあるんですよ。高くなきゃいけないかと思ってた。いや、いいんです、いいんです。こういうのでいいんだ、じゃあ、うん、で、これで、そうそうそう、ここを、それでね、うん、本当にあのこの側頭筋を、なるほど、もう何回ぐらい、私も、いや、もうまあザッザッザッてやりながら、ここをとにかく、はい、こうやって引き上げながら、はい、なんかこう10回ぐらい、10回ぐらい、うん、そうすると血行も良くなるので、あの頭皮のね。分かった、やります、はい。で、天野さん、4つ目のお悩みでね、はい、あのファンデーションのお悩みが結構来てまして、うん、例えば、はい、今っぽい 肌が分からないとか、うん、あと、小じわにちょっと入り込んでしまうとか、はいはい、そうですね、なんかそういったお悩みも結構多かったんですね。で、私もそれすごく実感していて、はい、なんかこう肌って私の世代って結構マットに作り込むみたいな、あの、印象なんですけど、いい時代だった、それがとても、うん、皆さんそういう時代がありましたよね。てます、はい、今は違うんですよね。今違います。違う。で、はい、特に、はい、あの年齢重ねるほど、はい、マットなものはちょっと使わない方がいいです。なるほど、少しツヤがある方がいいですね。ツヤがある方がいいです、はい。でそれだとカバー力ないから消えないじゃないって言ったら、その消えないところはコンシーラー、はい、コンシーラーダブル使い、はい、だからファンデーションは基本的に薄付きでツヤ感のあるものを使いましょうっていうのが一つあるんです。ファンデーションはね、もう今一番おすすめなのが資生堂のね、はい、エッセンスグローファンデーションっていうのがあるんですよ、はいはい、これですね、はい、一番ファンデーション美容液と呼ばれる、美容液の中にファンデーションの色がついてるっていう、もうイメージ、これはもうね、本当に日中肌をどんどん育てられるっていうね。肌を育てるファンデーション。もうね、すごいんですよ、これ。もう大ヒット中。うわー、すごい。浜野さん、めっちゃ綺麗。そう、これすごくいいんです、このファンデーション。だけど、本当に、あの、カバー力は本当にあんまりないので、はい、でも、ツヤ感はすごくある。ツヤ感と、あとやっぱり、なんだろう、ムラをなくしてくれる、うんうん、そうそうそう、やっぱり肌ムラっていうのが、色ムラっていうのが一番ダメなんですよ。すごいな、今日老けさせて見える、はい、でとにかく肌トーンを均一にしましょうっていうファンデーションですね。そういう意味では、これすごくないですか、はいはい。それでその前にその下地というか、はい、素顔でもね綺麗な人でいたかってる人じゃないですか、はい、だからその場合はやっぱツヤ感出すっていう意味で、はい、あのエリクシールのデイケアレボリューションっていうののピンクがあるんですよ、今年出た。エリクシールのデイケアレボリューション、それツヤ感がやばいっていうぐらいツヤが出るんですよ。あ、本当ですか。あ、ここにありましたっけ。ありましたですよね。じゃじゃん、これです。じゃじゃん、あ、このピンクのパッケージなんですね。もう1位です、やばいです。本当だ、はい。あ、そしたら真央さん、はい、なんか例えば今使ってるファンデーションにこれをプラスしても、はい、これを下に仕込んでおくと、はい、これがファンデーションをこう通ってツヤーンピカーンってなります。ツヤーンピカーンってなるんだ、はい、これは本当にすごいです。あ、これ今年出た下地の中で一番ツヤ感があります。結構ピンクですけど、うん、でも伸ばすと、はい、それが溶けちゃって、うん、もうツヤ感がすごいで溢れます。へー、色というよりは光、はい、ツヤツヤですのためのこれは下地なんです。はい、そうです。結構すぐ伸びますね、はい、で本当にこれつけると素顔が本当に綺麗な人になるの、ほら。でもこれ全然ね白っぽくなってないんですよ。すごい、すごい明るくなって、こうクリアな肌になっていてツヤ感があふれるっていう。え、これこの違いすごくないですか、うん、ベールって感じですね。そう、もうトーンアップしてるってこと。うわー、すごい。だから素顔でこれだけつけてる方もいらっしゃいます。 あとうるっとするなんか、はい、そう、これね潤いがすごいんですよ、やっぱさすがエリクシールで。すごい、あ、これでもない、
どこで買えばいいんだ。これ買います私。これ後でですね、うん、じゃあちょっと後で見ましょう、はい、じゃあこちらを下地で使う。はい、はい、まあ、とにかく薄いファンデーションしてくださいって私はいつも本当お願いしてるんです、視聴者にも、はい、読者にも、はい、でもシミが消えないもんってなるんですよ、はい、でシミはコンシーラー任せ、コンシーラー任せ、コンシーラーでファンデーションで全部、はい、あのこうカバーしようとするとものすごい厚いなっちゃう。だから全部は薄く仕上げて、はい、気になるところはコンシーラー、コンシーラー、コンシーラーは今ものすごいヒットしてるコンシーラーがあって、うん、サンローランです。サンローラン、はい、サンローランあっちにありました、はい、サンローランのコンシーラーはね、はい、あの出たばっかりなんですけど。あ、そうなんですね。サンローランってね昔からコンシーラーすごいんですよ。へえ、知らなかった。でサンローランのコンシーラーってあの昔これがすごい使ってます、あの、はい、ラジエンドタッチすごくいいんですけど、はい、これね、はい、あの甘いんです、すごく甘いコンシーラー、はい、でカバー力のあるコンシーラーが今年出たんですよ。あ、結構色の幅もありますね。そうなんです、今ね本当にね、ファンデーションもそうなんだけど、はい、色の幅があるっていうのは、はい、男性も使うんですよ。男性のこともちゃんと視野に入れた色展開になってるんですよ。あ、じゃあ私にはぴったりじゃん。なかなかなかったんですよ、あの日焼けしちゃうから。うん、今すごいです、今ファンデーション本当にね色数がすごいです。本当ですね、はい、今だいたいこれぐらいでしたもんね、4色ぐらいでしたもんね、はい、これですねコンシーラー、はい、そうです。あの自分のシミ、自分の肌色よりも薄い色選べばいいんですか、ね、濃い色選べばいいんですか。シミを隠したい場合は、はい、シミを隠したい場合は、はい、あの濃い方がいいです。濃い方がいい、濃い方が、うん、あの隠れます、シミは。だから大きさになったらそれぐらい、ぐらいかな、うん、まあ、一番濃いぐらいな感じ、うん、結構このここが太いんですね、はい、そう、これもね実はなんでこれ太いかっていうと、はい、これ全部伸ばしてこれでファンデーションでもいいのよっていう、あの欧米の方ってねこれでファンデーションつけちゃってる人もいるらしいんです、バッバッバッってやって。でもすぐなくなっちゃう。そうだから、そう、だから私たちはちゃんとコンシーラーとして使う、はい、あ、ちょっと私やってみてもいいですか、はい、これを自分の気にこの辺がねもうね今年深くし、ね、濃くなったんです。こう、こういうことですか。そう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 、こういうことですね。そうそうそう、でトントントンってトントントンと、まあ、こんな感じですね、はい、じゃあこっち分かりやすいからこれにしましょう、はい、これ手でいいですか。はい、手でトントントン、こすらないで、あの、そう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 、これもまた薬指。あ、そうそうそう、はい、あ、本当だ、そう、馴染んでくるでしょ。あ、馴染んでくる。だからちょっとこう色がダークな方がシミが隠れやすいです、はい、あ、これすごい、うん、あ、これすごい、うん、ほら隠れたでしょ。隠れた、うん、でこれ白っぽいあのコンシーラー使っちゃうと逆に目立つんですよ。私白だと思ってた。違うんです、シミは違うんです。え、天野さん私この色でいいですか。あ、すごくいい、これ買います。これこれすごい、なんか今私ここにいたらちょっとこう、はい、私が使ってるものが一つ見つけてしまったので、愛用品ですか。天野さんのリアル愛用品ですか、はい、リアル大好きすぎて、もう知りたいです。毎日使ってるものがね、エストエストエスト、あ、はい、ね、あの洗顔、これあの、はい、炭酸洗顔です。私それすっごい気になってました。これね本当におすすめ、はい、炭酸、ほらすごいでしょう。わあ、細かくないですか、はい、すごいんですこれ炭酸の量が。これは何がいいかっていうと、はい、まあその炭酸ってすごいいろんな機能があるんです。血行良くするとか、はい、血行良くするとあの保湿量が高まるんです。保湿力がすごく、だけどそれ以外にこれって、はい、あの洗顔しながらマッサージをするんです。くる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 、はい、そうするとむくみが取れるんですよ顔の、はい、私ちょっと今日むくんでますよね。むくんでない、むくんでない、むくんでない。飲んでないですよ、はい、本当ですか。でもそう、お酒飲んだ次の日ってめちゃくちゃむくむじゃないですか。めちゃめちゃむくみます。でそのむくんだ自分の顔って朝めちゃテンション落ちる。落ちます。でその日もう、ああやばい今日みたいな、はい、これでこれすごいですね。そう、買います、はい、はい、買いましょうこれ、はい、なんか雑誌とかで見て気に入ってたので、はい、これは天野さんのリアル愛用品ということで私も使ってみたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。これでね飲んだ次の日も怖くない。本当にいや最高ですね、はい、ここ超楽しい、ね、なんと通りかかってみたら、はい、ちょっと止まっちゃいました。天野さんが私の大好きなものがここに見つけました。これ何ですか。これレチノールなんですけど、はい、これあのシワ改善です。あ、要するに私あのおでこにねかなり大きなシワがあるんですよ。いやいや、ないですよ。いやこれを一生懸命一生懸命つけてるんです。目元でもいいんですか。目元でもいいです。目元でもいいし、うん、ほうれい線でもいいし、あと首、首、そう、首さっきあの使ってたローションを
こうやって塗り込んでたの私見逃さなかったんですけど、はい、首のケアって特別なケアはいらないんですか？首用のネッククリームはもちろん売ってるんですけど、はい、もう自分が今いつも使ってる化粧水やそのルーティーンあるじゃないですか、はいはい、そこの時に必ずこの首入れてもうここに顔が一つありますよってことで要するに化粧水をつけたらもう一回出して、はい、ここにももう一個顔がここにありますよ残りじゃなくて残りじゃない残りじゃ足りない足りない、はい、顔もう一つ、はい、で美容液もつけたらまた足してここもやるでこれもシワに特に効くから、はい、ここにやるやりますそれならできそうこれねあの結構評判ですあこれもずっと大ヒットしてますあの私の中では勉強になるっていうか、うん、すごく溜まってるとこってなんだろうみたいなあ天野さんもここで勉強するんだ勉強します勉強します何が売れてんだろうすごい情報発信情報収集の場所があるんですねリップクリームってやっぱり結構お値段かけないとダメなんですか、ね、いやそんなことないです本当ですかあの、ね、本当にリップクリームに関してはお好きなものを使ってよくて、はいはい、その代わり、うん1日10回はつけて いきましょうっていうね1日10回は最低でもつけるっていう意識でとにかくずっと足しててくださいなるほどここって本当に自分で、うん、あの作れないんですよ水分とか油分を唇は、うんうん、粘膜だから、はい、だからやっぱりこう足してあげていかないといけないので、はい、その代わりだからポッケに入れてたりとにかく出しやすいところだからそれぐらいあのお仕事されてる方もこもデスクのここに置くぐらいなるほど1日10回ぐらいを続けられる値段のものでいいってことですね、はい、そうですいいですリアル天のかよこず、うん、リップクリームはどれですか私ね、はい、あのこのキュレルが好きでしたキュレルこのキュレルって本当にあの保湿効果高いんですねはいこれねずっと使ってましたあじゃあこれ私買いますはい、はい、ありがとうございますすごいですよプルプルになります、はい、そうかそうか10回ですね、はい、あの唇がしぼんじゃって、うん、なかなかうまく口紅がかけないっていうお悩みもあってで私もあの今リップペンシルを探してるんですけど、はいはいはい、なんか皆さん結構使いません今リップペンシルあのすごく若い子使ってますですよね、はいはい、大人こそぷっくりさせないと、はい、唇のしぼんだままだと不幸顔になるんですよで自分の唇と同じ色を選びましょうこれでいいですかはい、はい、じゃあこれ で少しオーバー気味はみ出し気味こんなあー、はい、なるほどある唇よりももうオーバー気味に描くでここえああここ、うん、こことそうそうそこまでちゃんとオーバー気味に入れるとすごくボリューム出ます。うんうん。でこうやって輪郭を偽造したらあの自分の好きなリップをつけましょう。なんかこれ良くないですか、天野さん。すごくこれいい。私も買おうかな。で自分の好きなリップをその上から重ねる。何がいいですか。何色でも大丈夫です。何色が好きですか。私なんかやっぱりちょっとブリック系とかベージュ系とかが好きです。はい、いいと思います。これでしたよね。買います。はい。このロムアンドがめちゃくちゃ流行ってるんです。あ、ロムアンド私知ってます。持ってます。はい。結構プルプルになるやつ。これ持ってないでも。でこれ落ちにくいってやつ。あ、これいいですか。はい。どれでもお好きな色。なんかこの辺が良さそうでしょうか。はい、あ、ウルウルがいいんですね今。もうね、大人は、はい、あのマットなリップ絶対つけちゃダメ。マットしかつけてなかった。あ、ダメダメ。あのすごくしぼんで見えるし、不幸に見えます。不幸顔。これをどこにつければいいんですか。もうそのままそのあのうん。偽造した上から本当だこれなんかあ本当だあすごい綺麗な唇になったいいですね、うん、なんか20代の頃の唇に戻った感じが、はい、あいいですねこれぐらいでいいですかいいです綺麗綺麗綺麗すごい可愛いあ嬉しい買うこれ、はい、これね買い買い、はい、これ買いはいそうこれ私の悩みでもあるんですけど、はい、なんかアイシャドウをデューティーフリーで買ったアイシャドウずっと何年もあのなかなかなくならないじゃないですか。なくならないです。だからそれこそ2年も3年も使ってるみたいな。それちょっとダメダメ。ダメ。大人は何色がいいですか？何色がしたいですか？いつもベージュ系。いつもベージュ系。ベージュブラウン。
やっぱりね、あのコーラル系がいいですよ。私も今日つけてるんですけど、コーラル系ってちょっとオレンジな感じが、はい、やっぱりこうあの肌なじみもいいし、はい、目元をふわっと明るくしてくれる。アイシャドウはね、本当にプチプラさ、はい、あの優秀で、はい、コーラル系とかもすごい充実してるので、セザンヌとかすごくいいですよ。いいですか、はい、1000円以下。もうほんだこの辺りをつけるとすごい目元がふわっと明るく華やかになります。これがコーラル系、なんかこの辺ですね、はい、コーラル系が。これをこうまぶたのいっぱいにこうつけるとすごいふわっと明るくなります。買います。はい、早い。じゃあ天野さん、私これお会計してきます。リアルに買いますから。はい、ジャケットぐらい来ました。あ、そうですか。浜野さん、今日ありがとうございました。買いましたね。買いました。素晴らしい。買いにも買った、合計58,000円。すごいでした。あの皆様からいただいたお悩みにすごく私の悩みもリンクするところがあって、はいはい、あの今回やっぱりズバッと答えていただいたので、やっぱりいろいろトライアンドエラーをするよりはもう天野さんリコメンドを揃えてしまおうと思って、はい、この金額になりましたが、はい、あのどんどん私コンシーラー重ねていったりとかして、朝来た時よりも多分肌ツヤが良くなってる気がするんですけど。本当に本当にトーンアップしました。ですよね、はいはい、あの口紅もちゃんと塗りましたし、あのこういったね、あのささやかなテクニック、あとはあのテクノロジーのお話もとても興味深かったので、あの今回皆さんのお悩みがこれで解決できたらいいなと思っております。天野さん、最後に一言、視聴者の皆様によろしいでしょうか。はい、はい、いや、あのかなりね、もう一気に買ったので、あのねすごいかさんでしまったんですけど、金額はいっちゃったんだけど、でも絶対にこれはあの今日選んだものは素晴らしいものなので、はい、あのすごいこう美がアップします、皆さん。はい、やった やったすっごく楽しかったです。ありがとうございました。私も楽しかったです。アットコスメ東京の皆様もありがとうございました。はい、ありがとうございました。